ゆりかもめ。ゆりかもめ。長井花子。鼻をあげるのね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回も空気読み2続きからやっていきましょう。第61問。なんだなんだ数式。と、こうなるわけ。ここテスト出すから、しっかりノート取るように。見えないよ、先生。避けて。普通にね、ど真ん中に。ん?こら、古川、写メで済ますんじゃない。ノートに取りなさい。書かないと覚えないぞ。あ、こういうのあるけどさ、あれだよね。第62問。あの、大学とかやったらさ、別に写メで済ませても大丈夫みたいな。眠気が限界?そのまんま寝なさい。ほら、そっと目を閉じて。てかさっきのね、写メだけで済ますっていうか、写メをと、なんか授業中は先生の話に集中して、写メを写して、家でそれを見ながらノートを取るみたいな。日本で一番高い山は富士山、合ってるよ。僕は木の人形さ、合ってる。全身鉄でできてる、できてない、できてないよ。この間アイドルと合コンしたぜ。電球は俺が発明した。僕が有名な子供店長です。何を言ってるんだ。今年も抱かれたい男ランキング1位かよ。どんどん鼻が伸びていくね。お年寄りの荷物を運んであげた。プロサッカーチームにスカウトされちゃった。チームが俺の足に保険をかけたってさ、どんどん伸びてく。第64問。霊酒。画面タッチでストップ。お、なにこれ、どれぐらい入れるもんなん?私、お酌とかしたことないけん、わからんねえけど。とりあえず、横のマスに合わせたんやけど。第65問。なに?ああ、入れ替わってほしいとかそういうこと?違う、はい、ちょっと待って。ああ、あ、入れ替わって欲しいじゃなくって、トイレってことか。なるほどね。ちょっと一瞬わからんかった。途中経過、今回の5問は、そこはかとなく読めてるっぽい。お、鼻が、ちゃんとしてる。第66問。今日は健康診断です。最初は尿検査です。これに取ってきてください。なぜマスに入ってるの?画面タッチでストップ。え、わからん。でも、そんなにでんくない?第67問。右。あー、行き過ぎた。なに?左。もうちょい左。はい。そこ。どこ?あー。ですか?いいんですか?第68問。なんで目隠しとらんかったんやろ?お、バーベキューいいね。ちょ、待って。めっちゃ煙来るやん。はいはい、煙はあっちあっち。え、この兄弟はまた人のバーベキューの肉を狙ってるの?もしや。やめなよ、そういうの。でもなんか焼きうるある。あれ、網目じゃないん?違う。第69問。一寸法師を大きくするのじゃ。はい。ほい。お、これぐらいのサイズがちょうどいいんかな。もうちょっと小さくてよかったような気が。微妙。わからん。サイズ的にはこんなもん。顔がでかいだけかな。第70問。泣くな、泣くな、練習中?話さないでね。あ、やっぱり、練習中。絶対話しちゃダメだからね。いや、でもそこは話すでしょ。わわわわわわわ。大丈夫、乗れてるよ。わあ、乗ってるから。大丈夫だから。うわ、なに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 ?ね、事故る?
次から話しちゃダメって言ったじゃん。バカ。次から練習せんなるやつやな。ちびまる子ちゃんでこんな話あったよね。途中経過。今回の5問は何とはなしに読めてるっぽい。なぜ兼尿の方行った。第71問。娘さんと結婚させてくださいまで。5、4、3、2、1、言え。ならん。いや、即答。第72問、もうちょっと考えてあげてよ。え、危ない。ちょっと待って。危ないよ、君。え？これはどうするのが正解だったの？自分一人でやきちゃダメだったとか？第73問。氷干しらわりをお見せします。は、て、ほ。あ、もしかしてこれ一気にいけたんかな？今二つ一気にいけたけん。第74問。何これかわいい。あ、そういう感じね。お、今いけたね、ちゃんと。おー、いいやん。おー、かっこいい、なんか。てか、かわいい。めっちゃいいやん、流れ。おー、かっこいいね。え、結構合っとるよね。スピードというか。おー、いい、流れるような。この動き。おーっと、あー、大丈夫か。いけた。ちょっと遅れたかなと思ったけど、微妙やね。まあでも、大丈夫でしょう。かわいい。第75問。地獄に落とされた悪党カンダタ。しかし過去に一度だけ雲を助けたことに免じ、お釈迦様は雲の糸をおたらしになったのです。あ、これ雲の糸やん。そしてカンダタが糸を登ろうとすると、他の坊者たちも一斉に糸に群がってきたのでした。皆さん落ち着きましょう。みんなが一気に登れば糸が切れてしまうかも。頭いいな、説得力ある。これ自分だけ助かろうとしたやつよね。みんな一列に並んで一人ずつ登り、上についたものは次のものを呼んでください。頭いいな。説得力ある。それしかないんか言うこと。一人だけ助かろうとして、お釈迦様は先に、カンダタを切ってしまったんじゃなかった？国語で習ったよね、なんか。途中経過。今回の5問は？なんとはなしに読めてるっぽい。なるほど。第76問。家族の奴らも呼んでるな。心の声ですか、犬の。娘の方に行こう。なんとなく。第77問。お、この指止まれ。でも実際にトンボが指に止まったら絶対気持ち悪いと思うよね。近くで見たらちょっと嫌やん。第78問。問題、日本で一番高い山は？お、ピポーン。富士山。これ絶対ヘキサゴンやん。絶対ほら、真ん中の3人おるところとか、羞恥心やけん。あ、でも羞恥心っていつも3人ともバラバラのチームやったよね。すごいほがらかな顔。第79問。何？かっこいい。お。え？あー、なるほど。ここで倒れる。なんかさ、時代劇の悪役って、切られて倒れるまで間があるよね。なんか、アピールタイムですか？みたいな。第80問。どうした？おとっつぁん、気持ちいいよ。そういう種族なの。
お父っつぁんが稼いでくるから待っていろ。今日はお祭りだ。あんず飴でも買おうかな。おじさんにじゃんけんで買ったらもう一つおまけするよ。ああなるほど。まあそんなね、稼いでくるとかいう屋台の人の裏側とか知らないからそんなの見えないからしょうがない。途中経過、今回の5問はそこはかとなく読めてるっぽい。どういう種族なんやろ。第81問。横断歩道でも渡ろうかな。あ、危ないよ。早めに渡る。あ、なるほどね。まあ、止まるよりは急いで渡った方がね、信号変わってもあれやし。第82問。ロイヤルストレートフラッシュだ。何、誰か来たんですけど。何？どうしたの？何をすればよかった？第83問。暇だから街頭演説でも聞いてやろう。ミンミン党。今日は俺たちミンミン党のライブに来てくれてセンキュー。イエー。今からマニフェストを言っていくから最高なら思いっきり手を挙げて叫んでくれ。そうじゃない時はリアクションすんなよ。オーケー。イエー。そんじゃ行くぜー。官僚の幕下りは禁止だ。イエーイ。消費税は 50% にすんぞ。やめてください。高齢者の医療費負担を下げるぜ。イエーイ。不祥事を起こした政治家の退職金を全面的にカットの反対の反対の反対。それ賛成ってことじゃない。愛し合ってるかい。あ、違うか。反対か。スタンド席カモン。アリーナ席カモン。公約を守らぬやつは許さねえぜ。イエーイ。どんな街頭演説？楽しそうやけど。第84問。これは、パン！帽子しか飛んでねえ。第85問。横断歩道でも渡ろうかな。また。あ、子供たちが。これは？まあ、歩き出しますか。これ子供たちの、ペースに合わせるってことかな多分。ほら、渡って渡って、自分がスタスタ渡ってもあれやしね。途中経過。今回の5問は、ほんとやんわりと読めてるっぽい。なるほど。第86問。お、これは、反復横跳びや。なんかこう、身体テストみたいなのでさ、体育の時間に反復横跳びとかあったんやけど、めっちゃ苦手やった。真ん中で止まれんのや、これ。第87問。手だけ戦闘メカ彼女。何それ。絵のプレゼントを買いに行く。いや、どれが正解なんすか。全然わからんけど、とりあえずこれ。どう？どう？合ってるの？第88問。これはさ、近くに、いや、人の上に座んな。気持ち悪すぎやろ。離れとった方が、痴漢と間違えられんけん。いや、普通に人の上座ったよね。やば。第89問。あ、これは。よし、これで。大丈夫？濡れてない？大丈夫かな。傘当たりよる、もしかして頭に。やば。いや、なんか前に見たことあるんよ。アイアイ傘。濡れてる方が惚れているみたいな。お、冷やし中華始めました。いや。と。は。切れてんのか、これは。は。でも水ポタポタなりよる。もう大丈夫かな。ちょっと散ったよ。ちょい散ったよ。大丈夫それ。ダメやったみたいやね。掃除しよ、掃除。途中経過。今回の5問は、なんとはなしに読めてるっぽい。なるほど。どれが良かったんやろ、あれ。あ、指反応線ってことか、iPhone。お、100年に一度だ。これは、
月食やっけ。ドキ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 。ほら。おー、ちゃんと綺麗に。第92問。松坂牛尾、木のゆかり、笹尾食べ明、白井ルカ、秋田健一、大木のぼる、野原かける、はい、ゴミつつく、ゆりかもめ、ゆりかもめ、長井花子、鼻をあげるのね。でも名前呼ばれたらなんとなく何の動物かわかる。何これ、ケムクジャラの足。何これ何これ、はぁ、あ、何バットになった。そっとしておく。どれでもバットなんだけど、何すればいいの、わからねえ。第94問。問題。日本で一番高い山は富士山である丸太バツカー。一旦こっちに。あー、やめてー。フェイントかけたけど誰もついてきてくれんかった。くっそ。第95問。で、いくよー。イエーイ。待って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 、ハッピーニューイヤー、フライングした。6、5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤー。ちょっと一回早く言っちゃったけどね。明けましておめでとう。それじゃあ次の曲いくよ。年越しライブってこんな感じか。年越しの瞬間、10秒前ぐらいからカウントダウンだけして、で、おめでとう、じゃあ次行くよ、みたいな。へえ、すごい。なんとはなしに読めてるっぽい。なるほど。第96問。せーの。よいしょ。よいしょ。え、もしかしてこれが3回目とかで終わるん ?1 回目かと思った。違うんか。第97問。画面タッチで手を叩く。ふんふん。お手を拝借。よー。パン。合ってますかね。第98問。2月、フェブラリー。あ、もしかして。なるほどね。節分だから鬼は逃げろ。第99問。何これ、卒業式。先生の方向けよ。ほら、みんな真面目に向いてるじゃん。何一人だけちょっと、窓の外とか見とん？お？お、卒業式も終わり。このクラスでのホームルームも、これで最後だぞ。最後、点呼で終わります。先生が名前を呼んだら、しっかり返事をするように。青木浩二。ん？これあれやん。下に流れおるエンドロールの、エンドロールに出てきてる人の名前やん。なに？ほとんど中国人ってこと？そうなんや。ちょっと向けよおい。全然向かない。卒業式ぐらい、ちゃんと見てあげよう、先生のことを。え、てか99問で終わり？エンドロールってことは。100じゃなかったっけ？どんどんみんなの名前が呼ばれていく。いやーなんかね、高校はそうでもなかったけど、中学の卒業式は結構悲しかったな。あ、最後に&お前。
その他みんなも本当にお疲れ様。協力してクラスを盛り上げてくれて、盛り上げてくれました。そして最後に、お前、呼ばれたよお前。はい。こんな変なゲームを最後まで遊んでくれて、ありがとうな。いやー楽しかったし、なんかちょっとしんみりするね。やっぱこの曲と、卒業式っていうのはなんかいいね。みんな卒業しても、それぞれの道で頑張るように。はい。それじゃあ委員長号令。起立。礼。さようなら。なんか、起立の後ってさ、気をつけが必ず入っとったんやけど、みんな入ってないの？いや、あるやん。第100問。え？エンドロールは？お前、何？生まれ変わったの？何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 ？生まれ、何？どうした？何に気づいた？俺今、歩けるようになった。感じる。赤ちゃんってそういうこと思うの。ノートパソコン買っていい？ダメー。あははははは。お、お父さんがすっと、ビデオカメラを撮ったということは、ほら、あー、タッチしたー。タッチしたよ、ちゃんと映してる？すげー。あ、カメラの方にもちゃんと。頑張れ、頑張れ。ふふ。二人で見守る。途中経過。今回の5問は、程よく読めてるっぽい。ふんふんふん。お、総合結果。総合得点1000点中498点。全然やん、ダメやん。あなたの称号は、普通に空気が読める勘が鋭い彼女。普通なのか勘が鋭いのかどちらなのか。わからんけど、一番高いのは洞察力。その次が役割理解。で、知識、共感、タイミングが悪いのはわかってます。私のタイミングが悪いのは反射神経の問題だね。なるほど。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。結構なんか全体的に嫁トロっぽい感じのことをね、途中経過言ってくれたけん、そうなんかなって思ったけど、全くやったね。半分も言ってないっていう。つらっ。